ダウンスイングはすごく 0.29 だからいいんだけど、この比率がトップが 2.5 に対してダウンスイングが1、 2.5 対1、はい、っていう比率がプロの平均になってくるんだけど、6対1だから相当バックスイングがよく見えるということがここで出てきます。うん、あのもうちょっともしかするとテンポ上げていった方が動き変わってくる可能性が大ですね、はい、でちょっと機械今日2つ持ってきてまして、はい、まず1つがこのフライトスコープっていうレーダーでこう弾道を打っていく機械なんですね、はい、でどんな弾道が出てるかってことと、あとクラブがどう動いてるかっていうことが全部出てくるんですよ、はい、でクラブの動きすごくレッスンでは重要になってくるんで、当たった打点だけは見れないんですけど、クラブがどのぐらいの軌道で入ってきてるかとか、どの角度で上から入ってるかとかっていうのが見れるんで、まずこれでデータを取っています、はい、あと体にセンサーをつけて、はい、3D でこう体の動きが見れるモーションキャプチャーっていうのを持ってきてるんで、これでもちょっとデータを取って、はあ、この弾道とクラブの動きとこの体の動きとどうなってるかっていうことをミックスして、はい、ちょっとレッスンをしていきたいと思うんですね、はい、で面白いことにクラブの動きすごく重要なんで、クラブの動きが理解できると体の動きも変わってきたりとか、はあ、逆に体の動きが使い方がうまくできなくてそこを見ていくとクラブの動きが変わったりとかってこう両面で変わってくるので、はい、あの両面で見ながら、アドバイスをできればと思うんです。でその前にまずデータ見たいんで、はい、あの気楽にいつも通りに決まってっていうことで、で7番円でまず5球打ってもらいたいんですけど、はい、この機械の目標がですね、ちょうどあのバッテンあるじゃないですか、はい、あそこにこうラインを取ってるので、はい、ちょうどマットがねあそこ向けてあるんで、はい、マットの上でマットの真っ直ぐ、はいはい、でそこで5球まず7番円で取ります。じゃちょっと説明します、はい、7番アイアンから、弾道5球の弾道今出していきますね、はい、球すごい、ちょっとこう低めにこう左これマーク当たってなかった2球目2球目まずまずですね、3球目今当たってないね、ちょっとトップ気味、4球目、5球目、で今5球のすべての弾道を今出しています。はい、今打った5球が、はい、まあ、ちょっと当たらない球もあったんだけど少し右に出てって軽いドロー系の球かなって感じはしますね。あとちょっと右に行った球もありますね。でここでちょっとデータ見ていこうと思うんですけど、まずこのクラブのパスっていうこのインパクトゾーンの軌道を見てるんですけど、はい、右っていうのはインサイドから入ってますよ、はあはあ、左はアウトサイドから入ってますよ、はい、と少しインサイドから入ってます。でこのクラブの軌道に対してフェースがどっち向いて当たったかっていうのはこの FTP っていう、はあ、数字なんですね。少しこれは左に向いて当たったので左行きました。入射角どのくらいの角度で入ったかっていうのがこれ少しアッパーなんですね。 0.7 アッパーで入ってるのが1球目、2球目 1.1 インサイドから入ってきて 0.4 フェースが若干左向いたのでこれまあまあまっすぐ行ってますよね。入射角マイナス 1.6、 3球目、3.0 インサイドから入って 2.2 フェースが左、ただこれ当たってないね、0レベルに入ってこれちょっとトップしたと思う、次が 0.6 少しアウトサイドから入ってフェースが 2.8 右向いたので右に行きました。入射角はマイナス 0.7、クラブのパス 2.4 インサイドから入って 2.5 左向いた、これ軽いドローボールでいい球だと、ただちょっとアッパーだねこれね、アッパー、うん、で次ドライバー見てみます。ドライバー全部の今弾道がちょっとスライスもあるし、ちょっと左目に行った球もあるし、はい、ってところで1球目クラブのパス軌道が 1.8 アウトサイドから入ってる、フェースも少し左向いたのでそのまま左に行ったのが1球目、 5.2 度アッパーで打ってます。はい、2球目がアウトサイドから入った 4.3 フェースも開いたのでスライスしてますね、はい、入射角は 3.3 アッパー、次もこれ少しアウトサイドから入ってる、これもフェース右向いたのでスライスですね。入射角 3.7 アッパー。4球目これも少しアウトサイドが入ってるね、フェースはそんなにこう右向いてないんでそのまままっすぐ行ったって感じですね、うん、少しこう長いクラブはアウトサイドから入るショットがスライス系の球が出る動きになってますね、
アイアンに関しては軌道もすごく悪くはないですね。ドライバーどうですか、コース行ってやっぱり右に曲がること多いですか、そうでもない、曲がるときは右が多い、右に出てきますね、うん、右に出てって右に行っちゃうことはありますか、でもどうだろう、基本は少しドロー打ちたいんですかね、まっすぐ打ちたいですね、まっすぐね、まっすぐしたいね、まっすぐ目に打ちたいって感じ、まっすぐ目に、うん、分かった。少しこうクラブドライバーに関しては若干スライス系の球が出やすいかなっていう動きをしているので、はい、あれに関してはまあそのインサイドから入ってきてるから、ただちょっとアッパーがあったね、ですね、何球かな、はいはい、じゃあちょっとまずキャプチャーここでつけて、体の大きのデータも取っていきますね、はい、今用意しちゃいます。さあじゃあちょっとセンサーを取り付けていきますね、はい、まずは上半身からつけていきます。でまっすぐ正面向いたままクラブを体に当ててください。真下に下げちゃっていいです。そうでまっすぐ正面向いて、はい、 OK、 そこでストップ。ちょっと動いてみてください、画面見てください。これで、はい、全くこう動きが一緒になりました。で開いてあげてください。そうですそうです、 OK、 はい、じゃあボール構えてください、はい、構えてセットアップでもセレブレーションします。はい、ストップですね、 OK、 カリブレーション in よし、全部で5球打ちます。1球目お願いします。はい、いいですよ、ちょっと、はい、これで5球取れましたんで今ちょっとデータ出てきますね。これ見たことないと思うんでちょっと楽しみだなね、か数字見ていくと難しい感じがするんだけど、逆にこう明確になってきて見えないものが可視化されるから、見た目とビデオで見ても分かんないことが多いんですよ。でもこれだとやっぱりちゃんとデータが見れてくるんで、はあ、あ、なるほどってことが少し分かってくるんで、でちょっと見ていきましょう。これあくまでもその PG の選手のデータなんですよ、アベレージが出てくるんですね、はい、ただ一つのまあなんか目安がないとね、スイングってどうしていいか分かんないんで、やっぱり上手い選手たちのこのデータアベレージが出てきます、はい、まあ、そこを参考にしていくんですけど、はい、正直やっぱり体つきってプロの選手とアマチュアの方では大幅に違かったりとか、可動域の問題とか出てくるんで、そこにこうぴったり入れる必要はないんですね。だけど、あ、こうやって動くんだってことがすごい分かってるんですよ。あ、例えばこう回転ってこのくらいなんだなとか、はあ、横の動きってこうなんだな、これ立体で全部出てくるので、はい、それを見ていきます。これとりあえず一覧表出てくるんですね、まあ、この辺あんまり問題なくて、インパクトでの骨盤の回転量がメジャー出てくるんで、ここは何かちょっと回転がもしかすると少ないのかな、はい、多すぎてもダメなんだけど、はい、多すぎるって人めったにいないんでね、回転が少し少ないのかなってところがまず一覧表からは読み取れます。もうちょっと詳しく見ていきます。これが PG の選手のアベレージになってきます。はい、こちらが、今取ったご自身のデータです。はい、こっちは、ね、今まで取った何百人の中の平均のデータになってくるんです。はい、最初はもうみんなもう、ね、動きはできなかったんだけど、だん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 皆さんいい動きになってきたんで、このデータがこの PG の選手に近づいてきてるんですね。なるほど。でここで、まあ、大きくちょっと違う数字を見ていきたいと思います、ね。はい、でまずアドレスです。うん、前傾角が結構深めですね、 54.9 と、平均だと 38.8、 結構前傾深いな。あ、なるほど、はい、深い方悪いわけじゃないんだけど、ね、はい、それで見るとちょっと深いなってところですね。でトップ、トップで の, この骨盤の回転量が 47.8、 アベレージ 43.2、 腰の回転量はトップですごくいいですね、これね。でただこの
サイドベンドがペルビスって骨盤の動きを見てるんですけど、サイドベンドっていうトップ上げた時にこの骨盤って少し左に傾いて上がってるんですよ。水平には絶対上がらなくて、下がってくる。ちょっと下がりすぎてる。マイナス19度だから結構その角度が出るんですね、はい、下がってるんです、はい、アベレージだとマイナス 9.5 だから倍近く左腰がちょっと下がってるなっていうところがここで出てきます。トップでのサイドベンド、逆にこれ 43.7 だけど骨盤も左肩もちょっと下がる動きをしてますね。ほとんどの方がこのサイドベンドっていうのがなかなかこの側屈って動きなんですね。この側屈の動きが足んない方が多いんですけど、逆に側屈は十分入ってるんだけど、これはもしかすると左腰が下がりすぎて左肩も下がってるんですよ、はい、こういう動きになってるっていうことがちょっと感じ取れますね。上体トップで88度を回ってます。骨盤の回転量、上体の回転量ってすごくいい、アベレージに近いぐらいのこう回転、はい、骨盤の回転より上体の回転の方がこう多いんでね、少しこう捻転という動きができてきています。これもすごくいいと思います。ただこのちょっと左腰が下がりすぎることがこれ気になるね、はい。インパクト、インパクトの骨盤の回転のはこれ悪くないですね。41.7度、十分骨盤が回ってインパクトを迎えてます。上体が21度、開いた状態でインパクト、アベレージ33度、でもこの辺はすごくいい。トップでの腰の回転、上体の回転、インパクトの腰の回転、上体の回転は非常にいいですね。サイドベンド、側屈が足りないね、少しね、インパクトで、こっちがこうなってるけど、インパクトも少し右の側屈ってこう入っていくといいんですけど、あんまりこの右の側屈が入ってないね、こういう動きが入ってなくて、まあ、多少は19度ぐらい右には傾いてるんだけど、ちょっとアベレージに比べるとちょっと側屈が足んない。そうこの傾きですか。そうですね、左の傾きがトップで多いから、そこがまずポイントだね。これは回転のスピードを見てるんですね。骨盤、上半身、リードアーム、クラブの回転のスピードを見てます。リードアームの回転のスピードがちょっとこう少しアベレージに入ってないかな。あとは入ってますね。ああ、これいいね。切り返しの順番を見てるんですよ、はい。切り返し、下半身、上半身、リードアーム、クラブ、1,2,3,4という順番で動いてくると、正しい順番ですよ、はい。まあ、運動連鎖ってよく言うけど、はい、球投げる時もね、下から動いてこないと球投がんないから、はい、これはすごくいい切り返しの動きをしてます。で次に今度加速したら減速しなくちゃいけなくて、はい、下半身から順番に動いてたら、今度下半身から順番に少し減速が入ってるんですよ。そうするとある意味動きは全部一緒の動きしてるんだけど、腕が先に減速してって、上半身、骨盤、最後にクラブっていう順番が多いですね、これね。加速の順番は合ってるけど、減速の順番はちょっと違ってるね、これね。あとこれがスイングのテンポ、時間です、はい。こちらがプロのアベレージで、アドレスからトップまでが 0.67 秒、はい。1.76 秒が結構時間かかる。ダウンスイングはすごく 0.29 だからいいんだけど、この比率がトップが 2.5 に対してダウンスイングが1、2.5 対1、はい、っていう比率がプロの平均になってくるんだけど、6対1だから相当バックスイングがゆっくりということがここで出てきます。もうちょっともしかするとテンポ上げていった方が動き変わってくる可能性が大ですね、はい。結構ゆっくりゆっくりっていう意識があるかもしれないですね。練習場で打ちっぱなしで速い、まあこっちから、自分が遅いの分かるんですよ、上手な方の見てると、ちょっと速いテンポやるともうちょっと当たりは全然、そうだよね、最初ね、ゆっくりの方が当たる感じがするんだよね、OK。でもここはちょっとチャレンジしてもいいかな。結構ゆっくりなんで、テイクバックもうちょっとサッと上げていった方が、はい、まあ、これプロの映像と楠木さんでしたっけ、はい、楠木さんの映像を同時にスタートしていったら、プロはもうとっくにフィニッシュで撮ってるのにまだテイクバック途中ぐらいだな、きっとね、ぐらいの差があると思う、比べると、はいはい、
ぐらいちょっとゆっくり、ほとんどこのこのアベレージに入る人っていないんですよ。あ、こんな速いんですかってなっちゃう、うん、ただいきなり速くするとやっぱりさっき言ったように当たんなくなる可能性があるから、いきなり速くはしたくはないんだけど、靴の大きさに関してはここちょっとやってみていいかなって感じますよね、うん、ちょっとゆっくりすぎちゃうね、うん、まあこの数字に入らなくてもいいけど、例えばそうだな 1.2 秒とかね、おそらく 1.76 から 1.2 っていうと結構騒がしいと思うんですよ、うん、スイング一人プロの方のスイング1回分でしたねもうね2球ぐらい打ってるよプロぐらいこう時間がかかってるかな、はあ、うん、あのタイガー・ウッズがそのちょっとショット曲げた時といいショット打ってる時のテンポの差っていうのをちょっと映像で見せてもらったことがあるんですけど、まあ、いいショットの時のテンポと比べると曲がった時のテンポってバックスイングが少しゆっくり、あ、遅いんですか、遅い、いつも同じこうテンポで打っていけば最後同じ球が出やすいんだけど、はい、やっぱりすごいゆっくりになっちゃってて、うん、曲げてる時があったりします。例えばそうだな、昔活躍した、女子プロの選手、アメリカのちょっと名前出てこないな、ナンシー・ロペスだっけな、ちょっと出てこないんだけど、もう現役の活躍してる時はもうすごいいいテンポだったんだけど、やっぱり調子悪くなった時のテンポってものすごいゆっくりになってしまった、うん、極端に、はい、ただこれも正解かどうか分かんないんだけど、試してみないと分かんないんだけど、はい、ちょっと試す価値があるかもしれないです、はい、じゃあですね、あとこっち見てくるね、テンポはねちょっとあんまり触れたことないんだけど、靴の大きさはちょっとテンポ触れてみたいね、うん、遅いの分かりますもんね、変わる可能性があるし飛距離も変わる可能性があるね、うん、自分で遅いのはもう気づいてるから、だけど速くすると当たんないから、まあ、もうできないよねっていうところ、セーフティーセーフティーだでも本当はもっと飛ばせるはずですね、ところがやっぱりゆっくりすぎちゃって飛ばせないね、やっぱりこっちゆっくりでこうやって速いのもすごい危険じゃないですか、はい、ある程度こっちと男性のテンポがある程度合ってきた方がすごいバランス良くなってる、はい、ゆっくりすぎちゃって速いのも見てて怖いよね、動きとしてはね、うん、まあ多少ゆっくりめっていうのはありかもしれないんだけど、極端に遅いから、極端なんですね、結構極端に遅いね、はいはい、3回ぐらい打てちゃうわさてじゃあね、ちょっと動きは置いていてテンポに絞ってみようと思うんだけど、1.77 秒かかってない、トップでね、これがどの辺までちょっと速くするとどんなショットか、はい、で1秒切らなくていいから 1.77 から 1.2 ぐらいちょっと目指してみようかな、はい、あ、このぐらい速いんだっていう感じをちょっと掴んでもらってでどんな球出るかちょっと見てみたいと思うんで、ちょっと大変ですよ、最初に言っとくけど、テンポ上げるのですよね、結構違和感出てくるから、リズムが違いますよね、そう、今感触良くないですか、はい、今お、1.3、うん、そうそうそう、さあちょっとまず素振りしてから手前に、よし、ご前に歩きながらちょっとずつ、はい、戻して、はい、戻して、はい、戻して、よし、よし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 、もう一回だけやっていこう、ちょっとビデオ撮ります、で、
そうそうそう、いいよ、いきます、はい、OK、 疲れるねハードだね、無駄な動きが消えてくるから、こうやってやってくると無駄に動いてる暇ないじゃないですか、うん、こういうのが自然にこうバックスイングの動きも良くなってくるし、実は軌道も安定してくるから、このぐらいのテンポでやってったらすごくいいんじゃないかと思う、はい、テンポをあんまりこういじることってないんですけど、はい、ちょっとあまりにもゆっくりすぎるかな、だちょっとそこやってみたいなってところで今日はやってみたけど、はい、うん、いや自分の意識分かってるところが数字で出るとやっぱり、ね、うん、もうちょい上げてた方が絶対良くなる、じゃあね 2,3 球もう一回普通に打ってみよう、普通に打ってみようというか今テンポ上がったので、はい、いいですか、いやお疲れ様です、お疲れ様、はい、あの自分で気になっていたところが数値と映像で明白に出て、あのアドバイスいただいて、少しテンポ上げると良くなるということをアドバイスしていただいたので、また練習場で練習してスコアアップ目指したいと思います、ありがとうございました、ありがとうございます。今回の動画が良いなと思った方はぜひ高評価ボタンをお願いいたします。今後このような動画をたくさんアップしていきますので、まだチャンネル登録をしてない方はよろしくお願いいたします。それから私たちはコメント欄に報告やリクエストを見ることを楽しみにしておりますので、ぜひ投稿していただけると嬉しいです。それではまた。